やったのか。やったわ。やるな、ジョージャ。分かってないわね。タキトスを辞める前、セレリウムで何でも解読できるワームを作ったの。クソタングルでも手を焼くわ。私でもね。メネンデスのネットワーク、どれも新冷戦の煽りを食った国だ。待て、ニューヨーク、 DC、 ペンタゴン、上海、北京、香港。メネンデスはアメリカと中国を攻撃して二つの超大国を一度に潰す気だ。ファイルの頭の数字がどれも一緒だ。619。まさか6月19日だと。明日か。6月19日。フリーダムデイ。奴隷解放の日だ。クソ野郎。提督を。提督。サイバー攻撃決行は6月19日、明日です。イエメンへ向かうぞ、今すぐ。しかし。ダメだ、直接出向き。メネンデスを捕らえて尋問するんだ。ワリードに連絡して、イエメン民兵に協力を要請しろ。提督、これは罠です。これ以上メネンデスに遊ばれるわけには、イエメンに行けば奴の思うツボです。今すぐに準備しろ。出発は2時間後だ。通信接続完了。聞こえてるぞ。味方識別システムがダウン。敵かどうか判別できない。だから銃撃戦になろうが何が起きようが絶対に素性をバラすなよ。冷静にやれよ。俺たちがフォローする。もうすぐ準備できる。準備ができた。はい。アメリカ人が来るぞ、ファリド。誰か裏切り者がいる。どうやって、誰が。構わんさ。私は一歩先を行く。
ろゲートを通れば外周部のサンドウェイと続いてる。そこへ向かい、俺たちの VTOL がついたら合流しよう。もちろんです、メネンデス。早く安全な場所へ。仲間を失いすぎました。勝利は失ったものでは決まらない。ファリド、聞こえるか。さあ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 、得たものによって決まるのだ。さあさあさあ、こっちだ。私がいるのを知っていたな。誰を裏切った。時間も無駄だぞ。このクソ野郎め、何一つ話すものか。逃げらせてるつもりか。ファルド、やれ。終わりか。やれ、このクソ野郎。で、おい、そこの腰抜けやら。おい、てめえは手を汚さねえのか。何様のつもりだ。はあ、私の命令に従い忠誠を示すがいい、ファルド。出てきそやら。構うな、やれやれ、ファルド。やれよ、クソ。どうした、手がぶれちまって俺を撃てねえのかよ。来い、この野郎。やれ。こちらラインバッカー2、墜落現場に向かっている。敵と交戦中。現場のビデオをハドに送り込んでくれ。上から攻撃を受けている。メネンデス、クラウケン、メネンデスを死にした。確保に向かう。メネンデス、野郎が調整に向かっている。ハーパーをオバマに運ぶ。救護ヘリを手配してくれ。衛星回線で送る。複数のイーグルがダウン。至急スパローに救護ヘリを求む。クラーケン、ドローン隊の作成式にはダウンリンクコードが必要だ。コードをディスプレイに送る。
これでドローンを操作可能だ。ドローンターゲットコントロール、マニュアルオーバー。波動通信システム起動。散開して上に上がれ。この通りはキルゾーンだ。右を頼む、左をやる。メネンデスは城塞に向かっているようだ。使える装備を全てこの区画に運べ、バリケードを作って逃げ道を断つんだ。封鎖班、メネンデスの位置について報告しろ。敵艦が城塞の周囲に防衛線を構築しました。HVI は指揮バリトール内にいます。ミニガンから攻撃を受けています。目を離すな。だが交戦はするな。生け捕りにしろ。ありがとう、デビッド。共に新世界を見よう。